うな丼、天丼、ロットマン。はい、こんばんは。先日のオリジナル版、ブート版、判定テストの、解説をしたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと長いかもしれないんで、なるべく早く終わるように努力していきたいと思います。まずですね、オリジナル版とブート版っていうのは何なのかっていうところは、ブログの方で割愛、説明してますんで割愛していきたいと思います。あと、それに準じた内容も過去に書いてますんで、であれから結構経つんで、もしかしたら今の感覚とはちょっと違うかなっていうところもあります。ブートを愛する人もいますんでね、当時というか、今から20年ぐらい前、自分がまだレコードで DJ やってた頃っていうのは、レコードで DJ やってるからこそ版がオリジナルじゃないと恥ずかしいっていう意識がねあったんで、オリジナル版しか興味なかったですね。今でもほとんどオリジナル版しか興味ないですね。そんな感じなんですけれども、早速、解説していきたいと思います。まず第1問がメアリー・ジェイ・ブライジのリアルラブ、もう超鉄板曲、こちらの、真偽を見ろという感じですね。まず A がこっちの番ですね。で B がこっちの番です。こうやって見ると分かるかなと。俺でも動画でも分かんのかなっていうレベルですね。ただ以前のこのディギン・ザ・クレイツシリーズ、ロットマンのディスコグスで買ってみようシリーズを、買ってみたシリーズをずっと見てる人はご存知だと思うんですけども、もう開けてきた瞬間に、あっって、なんだこれと言ってるので、触った瞬間にオリジナルかどうか、俺が分かってるかどうか、チェックしてみてほしいなと思います。さて、早速いきます。A がこっち、B がこっち。これ2回目ですね。で、A の、内容っていうのはこういう版ですね。こういう版、ちょっと見えんのかなこれ。こういう版で硬さはこんな感じ。ちょっとね、一番レコードで何が違うかっていうと重さなんですよ。で持った瞬間に分かるかどうかっていうのは本当にあるんですよ。これはなぜかっていうと、普段触ってるかどうか、ここに尽きると思うんですよ。普段触っててあれと思った瞬間に違いが分かる。やっぱりせっかくこの、なんでわけわかんないクズ番組見てるんだったら、そういう風になってほしいなと思うんですけど、これ誰に説明してもね、結構分かってもらえないんで、相当な枚数を見ないとちょっとダメだと思いますね。俺もとんでもない量見てるんで、毎日、多分買い始めた頃なんで毎日3時間ぐらいずっとレコード屋にいたんじゃないかなと思います。なので版の見分けるのは多分かなりもうトップレベルだともう自称してますね。もう他の人お店が分かんなくても俺は一発でオリジナルを引き当てる自信があります。とにかくそういう前置きはいいとしても、そんだけの自信がある中で、こんな感じで盤の柔らかさっていうのありますよって。で一方こっちですね、こっちの盤はこんな感じの盤ですね。これもう伝わんのかな、分かんないですけど動画で、この違いですね。同じじゃねえかと思うと、この色の濃さが違うんですよ、やっぱり。それで、あとこの囲いの部分、これを見てさらにこの硬さを見ると硬さが違う、重さも違うぞと。でそういった時に、どっちが本物かなっていうとすぐに分かります。こっちですね、これが飴版の柔らかさで、これがおそらく国内で作られたであろう版の硬さですね。この違いがね、どう出るの、音に出るのかっていうのは俺は正直ね、分かんないです。なんでか分かんないかっていうと、そのプレスを持ち込んだ時の音源にも寄ってくるんで、そう簡単に判断できないっていうところがあります。どっちがいいかっていうのは正直好みの問題なんで、何度も言うようですけど、ブートがいいっていう人はブートを買えばいいと思います。裏面の違いはこんな感じですね。一つはっきり言うと、このブートは色が薄いで、中の盤の色がレーベルの色が変
でこっちは色が濃いと。まあこれを一番最初に見るといいと思います。あとね、ブートかどうかの違いのもう一点は、このこれ結構マニアックな話なんですけど、使ってるこの、はい、中断してしまいましたが、引き続き行いたいと思います。ね、何の話したかなというと、レコードのマニアックな話、この画用紙が違うっていうところですね。うん、この画用紙とこの画用紙実は違います。なのでこの画用紙のこの柔らかさ、厚さ、そういうところで見分ける人もいます。まあそこまでいくと結構ウルトラ級ですね。ただ UK 版とこの表面がね結構違うんで、そこはもうすぐ判断できる人も多いんじゃないかなと思います。まあとりあえず答えを言うと、A です。こっちの色の濃い方が正解です。まあ結構、まあオリジナルと再発ブートの区別を教えてくださいっていうのは多いんですけども、こういったところをまあ基準にして、判断していただければなと思います。続いて、モニカですね。モニカの、B4 のオリジナルはどっちと、こっちが A です。でこっちが B です。もう分かりましたかね、どっちがどっちみたいな。でも答えはこれすっげえ難しいです。ちなみにこれパッと見て分かったら相当すごいです。で特にここの部分、これこれって何か知ってる人少ないかもしれないですけど、こうやってバーコードの上に本来であればハンコを押してプロモ扱いに、まあ要は正規もバーコードないですよ、プロモですよ、配布しますよっていうことで使われた、スタンプなんですよ。もう要はプロモです、まあ、正規版のプレスですけどプロモ用として配りますっていうもので作ってます。でなのでそういうこういうハンコがあると、あ、もうこれはオリジナルだと思いがちなんですけど、それを売ろうとして作ったブートがこっちです。なのでこっちはブートで、こっちがオリジナルと。まあ見分け方、この色ですね、中のレーベルが白、まあ盤の硬さ見てもらえば一発なんで見てほしいなと思います。でこっちは黄色、これなぜかというと白が綺麗に出なかったからではないかと思いますね。まあフォトショップとかでこう色をいろいろチェンジしてった時に色がねやっぱ少し買い切れなかったんじゃないかなと思いますね。そういった工夫が見て取れる、ものです。で第3問、ティーネ・ウィリアムス、ギブヒムで、これどっちかというと、こっちが A ですね。でこっちが B で、オリジナルはどっちでしょうと。まあシュリンクがあるからといって油断できないのと、難しいですね。バーコードが汚いっていうのも、あと印字が不鮮明、こういったところでもちょっと見分けることができるんですけれども、まあ、それが全てではないと。でやっぱりこれも基本通り、まあ、画用紙をチェックすると。で続いて中のレーベルを確実にチェックすると。なるほどと。でこっちにはバーコードあるぞと。で続いてこっちはどうだろうと。そうするとあれと、色が違うじゃないかと、色の濃さが違うぞと。これね出ないんじゃないのかな、出るかな、こんな感じ、この白さとこの感じ。うん、で一番違うのはバーコードのあるなしで、こっちはまあおそらく国内で作った硬さであろうと。でこっちはまあ基本通り US の柔らかさだぞと。そういったところで圧倒的に分かると思います。なので答えはこっちと。で答えは A ですね。最後まとめてまた答え言いたいと思います。で続きまして、トレリーニの I wanna be yours、 もう名曲ですけれども、
これは昔俺は捕まされました。恵比寿の某レコ屋、あのクソレコ屋、そこでシールドで3000円で売ってました。で当時3000円でオリジナルが買えるか買えないかギリギリぐらいだったんですよ。2200円でまあオリジナル売ってたんですけど、なかなかねちょっと見つからなかったんで、どれがいいか悩んでたところだったんですよ。でそんな時にシールド出たもんだったから、もうすぐ買っちゃったらまんまとブート捕まされたっていう記憶があります。まあ今でも忘れない、本当許せないですね。まあそんな感じですけれども、早速見ていきたいと思います。こっちが A、うん、でこっちが B、もう一発ですね。これはもう中のレーベル見た人はよくわかるんですけど、もうジャスラックって入ってますんで、もうブートです。もうプレスに渋谷って入っちゃってますんで、もう買う意味もないようなクソ版なんですけれども、あえてこっちの渋谷版がいいっていう人もいますんで、まあ探してみたらいかがでしょう。であとね、このトレディニーのこのレーベルは黄色版を買う方がいいです。これ白版のプロモも存在します。ただやっぱり価値がねあんまりねないっていうふうに思われてるんですよね。 なぜかあのブート化の可能性があるということで。でこっちはね、この黄色版はやや固めです。まああの白版もまあやや固めなんですけど、まあ工場によってそういった差も出てきます。ただパッと見ほとんど分かんないです、まあ、若干色がこのブートは薄いかなっていう程度、両方あってやっと分かるかなぐらいですね。答えは第4問は B でしたね。で続いてここからちょっとジャケなしいきますね。まあその方が話早いんで、 A が、ギブヒムじゃなくて、これはあれだな、タイラ B ギビンミアラッシュ。これは結構日本人もカバーしたりしてまた人気が出た曲ですけれども、A がこっちで B がこっち。まあ一番何が違うかというと、コンテンツも違うし中もツルツル、もう見た目で一発で分かるブート版なんですけども、こっちはアメ版のプロモですね。一応正規で、正規プロモですね。ただ流通はプロモ止まりで、普通のなんか版が出なかったんですね。まあ、売れないと判断したのか分かんないです、そのあたりは。ただし価値がどっちが高いのかっていうと、この版に関して圧倒的にこのブートが高くなります。まあ枚数が少ないっていうのと、なんかよくわかんねえよな、あのライトヒアのエクステンデッドバージョンみたいなのが入ってるからこっちは高くなります。オリジナルはこっちですね。で答えは、B ですね。で続いて、まあ、キャッチー系をちょっと知らないと、このDon't Look Back in Anger、 オアシスのカバーだったかな確か。それはどっちが再発か分かんない。これ究極の、方法をちょっと教えようかなと思います。まあ結構ねこれを教えるのは覚悟がいりますが、まあ、ちょっとこの当時90年代出た時イタリアのレベルはこの白なんですよ。でも2000年以降出るとここがこういうやつなんですね。でこれを知ってる人はまずいない。であとは確実に言えるのはもうレベルが違う、イタリア版の当時のレベル。あとイタリア版はねやっぱあのハンコを押してくるところが多いんで、ハンコを、まあ、目印にしてる人もいますね。こっちもこれはもう当時イタリアで作られた、再発です。判件が取れてるかどうかまではこれね判件取れてるって言うんだけど、このあたり結構怪しいんですよね。まあ、まあ、あとレベルがね違うんでレベルを買い取って作ったっていう話もありますね。答えは A ですね。こっちの版がオリジナルです。で続いて、日本版のプロモにもちょっと触りたいと思います。日本版のプロモ、ノディー社のザッツクレイジーを、まあ、こっちが A でこっちが B ですね。まあこれももう見た瞬間一発な人は一発ですね。印字がねブレてるんですよこっちは、うん、であと国内版特有のジャケットにも入ってますんで、もう外のジャケットがもう違う。まあでもこれはね交換できるんで、これだけで判断するのやめた方がいいと思います。やっぱり中見てこの日本版のプレスの綺麗さ、うん、素晴らしさをちょっと見てから買った方がいいなと思いますけど、まあ、こっちがちゃんと正規、まあ、答え A ですけれども、この日本版は結構もう特徴があるんで、日本版のプロモをしっかり見て何枚か買ってみて、こういうもんなのかというところをチェックしてから、買った方がいいと思いますね。
結構ブートオリジナルとか3000円とかで売ってるところもあります。でノディ社はこういうなんかアルバムサンプラーもありますんで、アルバムサンプラーはまあ全部がブートではないんですけれども、結構な割合でブート出てます。で特に2000年以降のアルバムサンプラーは壊滅的にねやばいんで、まあ某お店で作ってしまったので、そのあたり注意しながら買われた方がいいと思いますね。で続いて、またアメ版のプロモに基本にちょっと戻ろうかなと。まあ今回第1回なんで基本版が多いですけれども、まずビリーローレンスのハッピネス名曲ですね。こっちが A でこっちが B ですね。まあこれも外ジャケ見たら一発で分かってしまうんですけれども、レーベルだけ見るとまあほぼほぼ分からないと。ただまあ何度も言ってますようにこっちはジャスラックで、おそらくこれジャスラックのこれ日本版じゃなくて勝手に作られた、まあ勝手にジャスラックって入れちゃったんじゃないかなって気がしますね。そういうような作りしてます。なのでまああんまりいろいろ言われてるジャスラックさんですが、彼らも彼らで結構大変な目に遭ってるんじゃないかなと思いますね。勝手にだってジャスラックって入れられて勝手にプレスされちゃうわけですから。まあこっちはプロモンリーなんで、しっかりとアメ版を探して、アメ版のこの柔らかさ、何度も言ってますけどこの重さ、それを判断して買った方がいいかなと思います。答えは B ですね。で続いてサウンドオブブラックネスのトライですね。これも諸説あるいわく付きの1枚なんですけども、まあ1枚がこれ黒版で、もう1枚が俗に言う白版。これ分かってる人には分かってるんですけど、再発の、まあ、いわゆるセカンドプレスだと茶を濁したそこから出てる版なんですよ。でそれがこれが UK プロモじゃないかって言われてるんですけど、まあレーベルも変わってるしね、普通に考えればこれ再発だろうという体ですね。お店によってはこれをオリジナルだとして売ってるところもあります。ただまあ普通に考えたらこれはオリジナルではなくて、まあ版権を買い取ったなり勝手に出したなりした、セカンドプレスないしブート版だと思いますね。でこっちが先に出た、ヨーロッパで出た、ヨーロッパ版ですね。ちゃんと EC と入っているやつですね。でこれも、スウェーデン版になるのかな、スウェーデン版のプロモとして、当時最初に出た版なんですね。なのでこっちも一応スイス版かな、こっちはスイス版かな、こっちがスウェーデン版かな確か。でプレスがちょっと違うんですけど、まあそういったところの差があるっていう話を、まあ、昔聞いたことがあります。それ真偽はちょっとわからないです。なぜわからないかというと、別に俺はその何ですか、版権取ってる人と直接連絡取ってやったわけじゃなくて、当時、まあ、ロンドンにいてそのバイヤーをやってる方と話して、今これが高いぞという話が、まあ、情報交換した時に、まあ、UK のロンドンではそういう扱いをされていたぞということを聞いたことがあるんで、まあ、今話してますね。本当のところは分からないです。そこはまあ聞いてもらえばいいと思います、あの他の人とかにも。なので白版をオリジナルとしてる人も、まあ、いますけれども、まあ、通常は黒版が、まあ、レアだなというふうに言われてますね。で最後10問目、ブラックストリートの Don't Leave Me の UK 版。なんで UK 版かというと、一番ブートが出てるからですね。で早速見ていくと、こっちが、A ですね。でこっちが B ですね。であえて版の、まあこれねジャケ付きなんですけど、今回はこういうでジャケがないのもあるんで、で主にジャケなしだと思って判断してもらった方がいいと思います。で中見るとこの銀版になってます。この銀版は正規版ですね。でこれも UK 版1枚だけ選んだんですけど、 UK 版はこうどら焼きっぽい感じのこう円錐を切ったような、円錐っていうかあれか、楕円とも言わないのかな、まあ、先が尖ってるやつになりますね。そういったあの断面してますんで、ここちょっとアメ版に比べて刺さるぞという意識が、まあ、持てるかどうかっていうところがあります。まあこれがオリジナルです、この銀版が。でブートは
まあアメ板に似てやっぱり硬いと。まあアメ板っていうかに、まあ、国内のブート板おそらくなのかなと思いますけれども、まああとイギリスでも結構当時ね大量のブートを作ってたので、イギリスから輸入したブートなのかもしれないですね。まあとにかくこれはブートですね。で、あともう一点はこういうやっぱり、レコード会社のレーベルをカラーコピーしてるものが大半で、そこをフォトショップとかで修正かけたりしてますんで、やっぱり細かいとこまで印字がねちょっと出なかったりします。これなんてまさにカラーコピーだと思いますね。文字も結構まあ濁っちゃったりしてるんで、そういったところを見て、判断してみてはいかがでしょうかと。やっぱり長くなりましたね。で、答えは AAABBAABAB、こっちですね。逆になってるのかなこれ。まあ後で下の方にメモしておきたいと思います。ということで今日は以上です。